私が宇宙に興味を持ったきっかけは、ありきたりですが宇宙兄弟のアニメを見て宇宙の面白さに気づき、それから父がよくロケット打ち上げを見に連れて行ってもらったことがきっかけなんだけど、大学に入ってからはそんな些細なことから始まった夢が現実味を帯びていくことに常にワクワクしています。大学で所属している研究室は広島研究室。ここではロケットエンジンに関する研究をしてるんだけど、まだまだわからないことだらけで不安もいっぱいある。でもわからないことは担任の先生に気軽に相談できるし、先生と学生の近しい距離感っていうのは随分と助かってます。インターン研修では宇宙に関するさまざまな分野の開発運用を行っている企業にお世話になり、宇宙といってもロケットだけではなく人工衛星など他にもさまざまな知識を吸収することができて、ますます宇宙に対する興味が高まりましたね。これからの宇宙産業というのは宇宙旅行だけでなく、その受け皿である大規模な月面基地やスペースポートの建設など、日本でもいろんな構想が存在するんだけど、その構想に関わる何か、特にロケットや人工衛星の開発や設計に携わっていきたいなって思ってる。頑固でマイペースと両親に言われ負けず嫌いな私ですが、日々高まる宇宙への夢が近いうちに花開くことを願ってます。